いよいよ桜のシーズン到来です。開花宣言が出たばかりの高遠城址公園ですが、関西方面や関東方面から多くの観光客が訪れ賑わっています。伊那市におよそ1万2000本の桜の木があり、これから次々と満開を迎えるのが楽しみです。今週の伊那チャンネルはご覧の内容でお送りします。木のぬくもりあふれる雰囲気に広々とした明るい部屋。ここは4月6日にオープンした西美濃和子育て支援センターです。これまで天竜川より西側の地域には1か所しか支援センターがなかったため、子育て世代の皆さんからの希望もあり設置しました。できたー、イエーイ。綺麗だし、あの手洗い場とかも低いところがあっていいなと思います、遠くまで行かなくていいし、上の子もずっと家よりこういうところに来た方が刺激があるのでいいなと思います。助かります。あの2人だけだと目いるので、こういうところだといろんなお友達ができるので、保育園前に慣れていいかなと思います。伊那市にはたくさんの子育て支援があり、子育て支援センターはその一つです。これまでの上野原、龍南、富方、美鈴の4つの子育て支援センターに続く5カ所目として、西美濃和大賀屋の西美濃和ぬくもり館の向かいにある JA カミーナ西美濃和支所の建物内にオープンしました。未就園児の子どもと保護者が遊ぶ触れ合いの場として、また親同士の連携や情報交換の場として活用されています。春真っ只中、お出かけが楽しい季節となりました。お子さんと一緒に子育て支援センターに遊びに来ませんか？いずれの支援センターも広いプレールームで、お子さんの月齢に合わせて安心安全に遊べます。子どもを通してお母さん同士で育児のこと、遊びのこと、暮らしのことなど気軽におしゃべりできますよ。またすべての支援センターに保育士の資格を持つ指導員がいます。一緒に遊びながら育児をサポートしたり、ちょっと気になる子育て相談が気軽にできます。他にも子育て支援センターでは楽しいことやお得なことがいっぱいの子育て講座を開催しています。例えばベビーマッサージや親子体操では、優しくスキンシップができ、赤ちゃんも気持ちよく過ごせます。またエアロビクスやリトミックでは、育児で疲れた体をすっきりとリフレッシュできます。ハーモニカやサックス、エレクトーンなどいろいろな楽器の生演奏でゆったりと癒しの時間を過ごすこともできます。さらに不思議なマジックショーや腹話術、本格的な人形劇などもあり、お子さんと一緒に楽しめます。他にもパネルシアターやわらべ歌、楽しいお話もいっぱいです。スマホを使ってお子さんを可愛く撮る簡単な方法を教えていただいたり、お子さんの髪をカットするコツ、かわいいヘアアレンジ講座もあります。子育て支援センターでは育児相談もできますので、ご利用ください。それぞれの子育て支援センターでは、定期的に助産師や保健師に育児全般の相談ができます。また季節に合わせたアドバイスも受けられます。栄養士や伊那友の会の方々に離乳食や食事についての相談もできます。保育園の敷地内にある上野原や
龍南では園児と一緒に遊ぶことができたり、みすゞや富方ではこれからの季節、園児用プールでの水遊びも人気です。子育て支援センターは今月からすべて無料になり、これまで以上に利用しやすくなりました。3月までは使用料が市内の方が200円、市外は400円でしたが、今年4月からすべて無料になりました。すごく助かりますね。金額面もそうですけど、やっぱ毎月頭にこうお金をやり取りするっていうのがやっぱりちょっと手間だったし、子供を待たせるのも大変だったので、無料になったら嬉しいです。今まで200円だったんですけど、それでも、ね、助かってたんですけど、無料なのでもっと助かるのですごく嬉しいです。天気の悪い日だとか、午前中の遊ぶ時に利用するのに何度も来たいところなので、はい、無料になったということと、あと南箕輪村といっても境目なので、うちからは一番近いセンターなので、利用できるっていうのはすごい嬉しいです。センターによって特徴が違いますので、お子さんに合わせていただき、興味のある講座にもお気軽にお出かけください。伊那市の子育て支援センターは午前9時30分から午後2時30分まで利用できます。予約は不要で使用料は無料。一度登録するとすべてのセンターを利用できます。センターには手洗い場や電子レンジ、冷蔵庫が備わっており、お昼やおやつの時などに利用できます。また子育て講座は午前10時30分から11時ごろまで開催し、内容はチラシや司法伊那、伊那市のホームページなどでお知らせします。また0歳から2歳児の保護者の皆さん向けの子育て情報もメールでお知らせします。メール受信には登録が必要となりますが、支援センターなどの情報もお送りしていますのでご利用ください。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。全国で820万件。この数字、一体何か分かりますか？これは日本中にある空き家の数で、すべての住宅に対する空き家の割合はなんと 13.5%、 つまり7件に1件が空き家です。この空き家を上手に活用し、広く情報発信しようと、4月から空き家バンクのホームページが開設しました。生活や経済の結びつきが深い伊那市、箕輪町、南箕輪村で作る伊那地域定住自立圏が一緒になり、空き家バンクのホームページオープンです。伊那市では人口増加対策の一つとして、移住定住希望者への空き家の提供に力を入れています。子育て世代にぴったりな町、自然豊かな町として注目されている伊那市。空き家を利用することで、若者や子育て世代の伊那市への定住につなげることができます。現在使われていない空き家でも上手に活用すれば、魅力ある伊那市の資源になります。ぜひ空き家バンクのホームページをご覧ください。空き家バンクのホームページは伊那市のホームページからご覧いただくか、伊那地域空き家で検索してご覧いただけます。そもそも空き家バンクとは、空き家を貸したい、売りたい方が所有する物件情報を登録し、空き家を買いたい、借りたいなど、移住や田舎暮らしをしたい方に情報を提供する橋渡しを行う制度。空き家を減らすことで地域の活性化を図ったり、景観を保全することができます。伊那地域空き家バンクホームページでは、伊那市、箕輪町、南箕輪村の物件情報など様々な情報を掲載しています。ホームページには伊那市、箕輪町、南箕輪村の広いエリアの情報をまとめて発信しています。例えば空き家バンクに登録されている物件情報は、間取り図や部屋の写真などに加え、
設備状況や主要施設への距離などを掲載しています。さらに移住希望者のさまざまなニーズに合わせてカテゴリーごとご覧いただくこともできます。例えば眺めが良い場所で暮らしたい、畑仕事がしたい、小中学校や商店街が近いなど便利に暮らしたい、里山に近い場所で暮らしたい、温泉が近くにあるなどで検索することができます。さらに価格や築年数、駅までの距離、駐車場や耐震診断の有無などこだわり条件で絞り込みをして閲覧することができ便利です。4月12日時点、伊那市23件、箕輪町5件、南箕輪村2件の物件が登録されています。伊那市、箕輪町、南箕輪村の皆さんで空き家を売りたいなどと検討している方もホームページをご覧ください。空き家物件を売りたい方、貸したい方、それぞれのページがあり、必要な書類や手続き、補助制度なども掲載しています。空き家バンクの登録などに関する相談会や空き家物件見学会を行っているほか、伊那市役所地域創造課では随時相談を受け付けています。補助金制度もありますので、空き家の利活用に困っている皆さんはお気軽にご相談ください。伊那市の外にお住まいのご親戚やご友人にぜひ伊那地域空き家バンクホームページをご紹介ください。また空き家の情報をお持ちの方もお気軽に伊那市役所地域創造課までお問い合わせください。便利でお得な伊那本線絶賛運行中。伊那本線とは生活の結びつきが深い伊那市、南箕輪村、箕輪町をつなぐバス、4月から運行がスタートしました。私たちの生活にとても便利な伊那本線を賢く楽しく使いませんか。そこで今回はお得な使い方高校生編を紹介します。ポイントその1、バス停が近くて安心。伊那本線のバス停は55箇所、こちらのステッカーが目印です。例えば高校の近くにも伊那本線が通り、バス停がとても近く、しかも人通りの多い場所なので安心です。ポイントその2、とにかく安い。例えば地域内の最も南にある伊那市西春地下赤城駅から伊那地域の高校へは1回250円、しかも6ヶ月の定期券を利用すると最大3分の1以下でたったのおよそ80円。これは節約、お得です。お得ポイントその3、便利な使い方がたくさん。例えば普段自転車通学でも雨の日や疲れた時にバスを利用したいという方には回数券がおすすめです。また平日は午前6時の始発から夜8時台までの9便あり、便利な時刻になっています。詳しくは企画制作課までお問い合わせください。さあ皆さん、伊那本線デビューしてみませんか。3市町村を結ぶ伊那本線は新しいデザインのバスで、停留所にはこちらのステッカーが貼ってあります。県道221号、146号および国道153号を基軸に、伊那市西春地下赤城の赤城駅前停留所を南の端とし、伊那バスターミナル、伊那中央病院、南箕輪村役場などを経由し、箕輪町中箕輪大井でのベルシャイン伊北店停留所を北の端として折り返すピストン型の運行です。片道およそ1時間15分で、元日を除く毎日、平日は9便、土日は3便運行します。通院や通学、通勤など日頃の生活の中でバスを利用してみませんか。トピック伊那市、ここからは1週間の話題をお伝えします。中央アルプスの西駒ヶ岳山頂直下の西駒山荘まで荷物を運ぶレース、西駒んぼっかがリニューアルして再開されることが決まりました。6日は西駒んぼっかを主催する西駒駒草会の事務局で、西駒山荘管理人の宮下拓也さんが完成したばかりのチラシを発送する作業を行いました。
西駒ん歩荷は、西駒山荘の建て替えに合わせて建物に使うレンガを運んでもらおうと4年にわたり開催されてきました。去年の大会でレンガが必要数に達したことから大会を終了することにしていましたが、参加者から継続を求める声が多く寄せられ、荷物を変えて開催することを決めました。参加者がレンガに代わって運ぶのは長さ40センチほどの薪です。山荘に設置される予定のストーブで活用するためのものです。西駒ん歩荷は9月10日に開かれる予定で、受付は7月31日まで受け付けています。平成26年度から3年間の国の交付金を受け、地域住民が整備を進めてきた東春地下の老松葉の丘古墳公園で4月9日に見学会が開かれました。東春地下の老松葉の丘古墳公園は地元中組の住民有志20人が整備委員会を立ち上げ、平成26年度から公園化作業を行ってきました。見学会は3年間の国の交付金を活用した事業が一旦終了したことから、初めて東春地下全域の住民を対象に開いたものです。老松葉の丘には7つの古墳が確認されています。委員会ではこの3年間で周辺の樹木を伐採したほか、ウッドチップを敷いた遊歩道の整備、クワやキイチゴの植樹などを行いました。見学会では創造館学芸員の浜真一さんが古墳について解説しました。浜さんは東春地下は上伊那でも古墳が多く見られる地域で、時代もこの地域では一番古いものではないかと話していました。また調査や測量整備を進めれば県の史跡にも指定されると思うと話していました。以上トピックいなしでした。続いてお知らせです。障害学習課からわんぱく広場開催のお知らせです。日時は4月29日昭和の日午前9時からで、会場は春日公園です。ターザンロープや手作りおもちゃ工作、ぜんざいの提供など楽しいコーナーが盛りだくさんで、いろいろなことに挑戦できます。すがすがしい季節、外で思いっきり遊びませんか？お友達をお誘いの上お越しください。税務課から今月の納税についてお知らせします。4月の納税は固定資産税第1期で、納期限は5月1日月曜日です。市税はコンビニエンスストアでもお支払いいただけます。また便利な口座振替もご利用ください。期限までの納付にご協力をお願いします。ご不明な点は税務課までお問い合わせください。障害学習課から信州伊那清月俳句大会トーク募集についてお知らせします。井上清月は幕末から明治初期に伊那谷を放浪し、多くの名句を残した俳人です。募集期間は6月5日月曜日まで。トーク料は一般は3区1組1000円、高校生以下は無料です。小中学校の部は学校を通じてトークしてください。詳しくは障害学習課までお問い合わせください。この機会に井上清月を忍び俳句に触れてみませんか？多くの皆さんのご投句をお待ちしています。4月に入り新しい生活が始まった方も多いでしょうか。伊那市でも新年度の授業がスタートしました。来週は平成29年度の予算についてお伝えします。それではまた来週。